藤本正信9月20日から1998年8月5日は日本の政治家、東京都武蔵野市の第三大市長、富山県東都並郡戸が村栗あたりに生まれ、1938年中島飛行機へ入社し武蔵製作所に勤務、武蔵野町民となる。1951年同社の労働組合執行委員長に就任する。 1955年4月に社会党公認で武蔵野市議会議員に立候補、1963年10月まで3期、勤める。1963年11月から武蔵野市の助役に選任され、1979年3月まで勤める。1979年4月の武蔵野市長選挙に、 革新刑務所属で立候補し初当選、同年5月から1983年4月まで一期4年、務めた。再選を、目差し社会党、共産党推薦で出馬した、同年の武蔵野市長選挙では、職員の高額退職金問題を批判されて、落選、保守刑務所属の土山沙汰に、市長の座を譲った。市議会議員、助役、 市長と28年間にわたって、武蔵野市政に携わった。市長在任中、住民参加によるゴミ中間処理施設である、武蔵野クリーンセンターの建設を推進した。前任者の後藤喜八郎が、ゴミ処理施設のような迷惑施設建設は、市民参加にそぐわないとし、武蔵野市営プール地を建設場所としたが、住民の反対が強かった。 藤本市政ではゴミ処理施設においても徹底的な住民参加を試み、クリーンセンター建設特別市民委員会を発足させ、4つの建設候補地から最終的に、市営総合グランドの南半分をクリーンセンター建設用地として決定し、1984年10月には稼働を始めた。その他、後藤市政以降3代の市長にわたった。 コミュニティセンターの建設や武蔵野芸能劇場、旧市庁舎跡への市民文化会館建設計画の策定、青少年の野外活動施設として、長野県南作郡川上村に、少年自然の村を、海村、八幡町に障害者福祉センターを完成、武蔵野市福祉公社を全国に先駆けて発足させ、在宅福祉の充実を図った。1987年11月、 君四頭髄法賞を受賞した。1998年8月5日9時10分、肺炎のため83歳で死去。ありがとうございます。